前は10万からおったんですけども、年を取りにつれてもうできなくなって、海間はもう4万5千ぐらいしか減ってません。お困りごとといったら、まず匂いがして目つぶれが出る。匂いがしないんですよね。まずもう2種類で分かる。14日でもはっきりと分かるね。これはもうまずアンモニアガスが発生しないから目つぶれが全くいない。この水を増したら湿っとってもアンモニアガスが出ないもんね。そんな目つぶれにつながるようなガスは発生しない。そして養鶏場からすぐなスーパーなんかに行っても、前は匂いがしよったんですが、もうこの頃匂いがしないねとお客さんが言いますね。匂いがしなくなったと。まず夏にハエがいないって。畜産農家というのはハエがつきもんだったんですよね。3分の1ぐらい以下に減りました。4% ですね。会社から添え品というのが、スペアというのが来るんですよ。その後足りないということは全然一回もない。死なない、死なないです、うん、体重の乗りもアンモニアがすごい出らないから、ほらやっぱしいいですよね。要求率につながりますね。要求率が、うん、まあ、以前は2コマ2台で収まりよったのが、もう今1コマ8から1コマ9台ですよ。畜産もやってる人はぜひ必要じゃないかなと思いますね。